めっちゃ強いんだけど、このこいつ来た。あ、ドラゴンフィッシュ来た。ドラゴンフィッシュ来たぞ。チョリンさん、あなたの中堅らしいです。わけで今日も猫ちゃんとほのぼのフィッシングをやっていきたいと思います。前回ですね、マンボウを釣り上げたらしいさんなんですが、今回はですね、ちょっとこのサンゴエリアですね、ここ見てください。サンゴエリアをね、ちょっとね調査していきたいと思うんですよ。というのもね、こいつミノカサゴみたいなやつ、こいつがね、いた、タイいた。これ前回釣れなかったんですね、このタイ。このタイもね、今回釣っていきたいとは思ってるんですけど、あのミノカサゴみたいなやつがね、釣り方が全くわかんないんだよね。あれをね、できれば釣っていきたいと思ってるんですよ。さあ、ちょっとね、景気づけに先になんかタイ釣ってきますか、こいつ。おい、来た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 。はいはい、こっちだよ、こっちだよ、こっちだよ。来た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 。結構強いぞ、タイ。結構強いぞ。結構強い。やばいやばいやばい。やばい。うわ、切られる切られる切られる。でも、ラッシーさんはマスターロットなんだぞ、これ。マスターロットなんだ。やばいやばいやばい。すげえ強い。あれあれは、前回発見した新種のサメ。めっちゃ強いんだけど、この、こいつ。全然釣れないよ、これ。うわ、すげえすげえすげえ。ちょっと待って、ちょっと待って。全然釣れない。嘘でしょ嘘でしょ。これはすごい。ソナーを見て感じてみんな。あ、さあ、ここで諦めた。かなり引っ張っていかない。引っ張っていくんでね、こいつは。かなり引っ張っていって、いい加減やばい、疲れたなってなったら、こっちひっくり返るみたいな感じなんすかね、これは。いやー、やばいですよ、やばいですよ、やばい。あ、なんか、新種の魚もいっぱい来ている。いっぱい来ているけれども、ちょっと、あー、引っ張られてる引っ張られてる。あー、ちょ、やばいぞ、これ。あー、切れた。うわ、強い、タイ。これ船が向こうまで行けないと無理じゃねえかな。きついっすね。まぁ、ちょっと、今回はね、サンゴ礁の、調査ですから、よし行きましょう。さあ、まずね、ここのちっこい魚をいろんな種類釣っていきたいんだけど、何このエロめの魚ね。これを釣った時高い、何気に高い。やばい、こいつはダメだ。こいつを餌にしても多分ダメなんだよ。ラッシーさんでもね、思ってることがある。これフックをつけて、ちょっと電気つけましょうね。フックをつけて、ほんでまずここ行くじゃんか。そんで、この小魚を食わすじゃん。こいつを、こいつの前に持ってくと、はい、釣れた。ほら。ね。フックないと釣れないんだよ。こんな鳴りなのに。そういうことか。はい。あー、全然割に合わねえぞ。全然割に合わないです。でも、釣ることはできました。オッケーオッケー。まず謎は一つね、解決しました。さあ、ちょっとここで、まだ釣ってないやつ釣りたいけど、この白いやつとか、エンゼルフィッシュみたいなやつもいたでしょ、一匹。これ、こいつ、この白いのまずこの白いの。いねえ、いた、よし、来た。あ、食ってねえ、食え。やばいやばい。これでも、釣った瞬間、これに食われちゃうよね。さあ、来い。来た。よし。オッケー。はい、釣れたよ。はい、オッケー。よし。なんか今、言われたね。なんて言われたんだろう。早すぎて分かんなかった。さあ、しかしね、タイごときもね、ちょっと釣れないとなるとね、今後の釣りはかなりね、厳しくなっていきますよね。ちょっとさ、なかなか、ヘビーな感じになってきてるよ。さあ、どうしようかな。ちょっと投げてみようか、向こうに投げて、ちょっとこの中くらいの餌が欲しいんだけどな、餌になる魚がいねえんだよな。まあいや、とりあえず投げてみよう。ボーン。さあ、マスタードフィッシュとかそういう系のやつ。なんだこれ。お、こいつらカップルだな、完全に。さあ、ここの辺にマスタード、あ、こいつがいる。こいつ欲しい。なんだこのトビウオ。来い。トビウオ来い。トビウオ来い。あれ？なんでくっつくんないのこれ。なんで食わねえんだよ。
よし、とりあえず餌はゲットしたのでちょっと釣っていきたいと思うんですけど、いくよ、せーので、ほい。さあ、なんか釣れろ。釣ったことないやついるはずでしょう。ちょっとね、もうサンゴ周りはちょっといい加減飽きてきたんで、ここにいるこいつら、あ、なんかピラニアみたい。あー、食われた。くそー、あいつ釣りたいよね。でもあのタイ、なんか結構いるな、結構いるな、見てないやつ。なんだ、よいしょ、もう一回行こう。あのタイ行こう。タイをどうしても釣りたいな一回。うわ、なにこいつ、すげえのいたじゃん今。さあ、タイいたよ。タイ来い。来ねえな、タイ。全然見たことない魚いっぱいいるわ。いっぱいいる。なんだこいつ。うわ、トビウオ来た。トビウオ来たよ。よしよしよし。このままちょっとトビウオを釣りたい、まずは。まずは釣りたいぞ。やばいやばい。なんか追っかけられてる。追っかけられてる。大丈夫か。おっしゃ、来た。イェーイ。よし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 。いいぞいいぞいいぞ。これ餌なしでもいいね。新しいところにいっぱい、すごいくるくる回った。いっぱいいる。いっぱい魚いる。さあ、ちょっと下のこいつ、何これ、ドラゴンフィッシュ、ドラゴンフィッシュやべえな。ちょっと、あ、こっち来たんじゃね、ドラゴンフィッシュ。さあ、こいつをちょっと釣りたかったんだよ、これ。ナマコみたいなやつ。なんで釣れないの、なんで釣れないの。ちょっとこのバカみたいな口開けてるやつも釣りたいよね。あ、いたいたいた、ナマコちゃん、ナマコちゃん、あ、来た、ナマコちゃん来ました。やりました。あー、めっちゃ噛まれる。めっちゃ噛まれるやんこれ。よいしょ。さあ、ちょっと餌をもうちょっとね、取っていきましょうか。よし、行くぞ。今度こそタイを釣りたいんだけどな。ここにいるのはドラゴンフィッシュ。来た。あ、ドラゴンフィッシュ来た。ドラゴンフィッシュ来たぞ。おわ、強い。うわ、でも釣れそう釣れそう釣れそう、ドラゴンフィッシュ。マジかマジか、今回神回になるかもしれない。なんだこの跳ね方は。これ釣れんだろ、釣れんだろ、来ただろこれ。やった、ドラゴンフィッシュゲット、やりましたやりました。さあ、あとは釣られるだけだなこいつ。おっしゃ、やった、本当にドラゴンフィッシュだった、すげえ、やった、めっちゃ高い。いくよ、せーので、はい、ドラゴンフィッシュ、オッケー、やりました。ということで今回は、計らずもドラゴンフィッシュ界になってしまうというね、このラッシーさんの強運でございますよ。いやー、やった、まさか釣れると思わなかった。しかも意外に釣れたね、普通に。あのタイの方が全然強かったね。あのタイどうやって釣るんだろうな、わかんねえんだよな釣り方が。いやー厳しい。まあいいや、とりあえず今日はでも大満足だわ、ドラゴンフィッシュ釣れたから。いやー、やりましたね。はい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 、はい、ということでね、まあ今回はねこれぐらいにしたいと思います。まあ最後ちょっとこれね売って終わりにしたいんですけど、だいぶ遠いでしょ。そうなんだよ、だいぶ船、新しくなった、だいぶ港まで戻るの大変になりましたね。船がのスピードが速くなる帽子欲しいもん。オッケー、売ります、ドーン、イエーイ、やりました。はい、ということでね、まあ、今回はこれぐらいにしたいと思います。いやー、よかった、今日はなんとかしまった動画が。ね、最後まで見てくれてありがとう。最後まで見ないとね、分かんないこともあるっていうことだよね。うーん、ということで、今日は何にしましょう。最後まで見てくれてありがとう。じゃあ今日この辺でまた見てね、バイバイ。